ク様、シェリダンから報告を受けました。近くへ向かわれたと。作戦は成功しました。シェリダンのイエモンさんやこの町の偏見さんたちが命を懸けてくれたおかげで。そうですか。イエモン殿や偏見たちのことは報告を受けています。陛下も公爵もダートに対して抗議していますが、大英士モースはバン・ヨウショウがダートを離脱して行ったことだと全く取り合わないそうです。申し訳ありません。我がしもべの罪は私の罪です。ところで今もファブレ公爵とバン・ヨウショウはつながっていますの？いえ、シェリダン襲撃でダートの勢力はこの町から引き上げました。なら頼みがあるんだ。彼女の体調が優れないんです。精密検査をお願いします。承知いたしました。研究所のシュウをお尋ねください。ありがとう。お話は分かりました。では皆様はこちらでお待ちください。ティアはどうですか？まだ全ての結果が出たわけではありませんが、ティアさんの血中フォニムは非常に不安定な値を示しています。血中フォニム？巫術をたしなむ人は体内にフォニムを取り込むわけですが、彼女の場合取り込まれたフォニムが汚染されていて、うまく体外に放出できていないんですね。フォニムが汚染されているってどういうことですか？今全世界で噴出している毒素、正気ですか？とにかくそれと結合しています。蓄積しているのは主にセブンスフォニムです。正気に汚染されたセブンスフォニムを取り込んでいるのですね。はい、しかも大量に。それが彼女の体内に蓄積し、内臓器官を極端に弱めています。お話を聞くと、外核硬化作戦でパッセージリングという音器官が彼女に反応しているとか。創生歴の音器官なら大量のセブンスフォニムを含んでいるはずです。つまり硬化作業を行うとパッセージリングからティアに正気が流れ込む？それ以外考えられません。このまま硬化作業を続ければ命の保証はしかねます。そんな。こちらとしては発作を抑える薬を処方することしかできません。どうにかできないのか？俺だって硬化作業でセブンスフォニムを使ってるけどピンピンしてるぜ。ですから量が桁違いなんです。通常のセブンスフォニマーが一生に消費する量の100倍以上だ。もう少し詳しいお話を聞けませんか？私も尋ねたいことがあります。ここで解散しましょう。私のこと聞いた？先生の話だとセブンスフォニムが正気に汚染されているのよね。ローレライも汚染されてるのかしら？そんな、何でもない顔で話をしないでくれ。心配してくれてるの？当たり前だろ。くそ、視覚が静止してセフィロトの暴走は止まったんだろう。なら改革第一を下ろさなくても。もう遅いわ。パッセージリングの方が限界なんだもの。
か作業を続けるしかねえのか。ごめん。どうしたの急に。外郭台地を下ろすのやめようって、そう言えればって。だけど俺すっげえ考えたけど、外郭台地が落ちたらたくさんの人が死ぬだろ。だからそんな簡単には言えなくて。せっかく叔父上もピオニー陛下も協力してくれることになって、それで今さらダメだなんて言えなくて。バカね、どうしてそんな顔するの。それでいいのよ。もしもあなたがやめろなんて言ったら、私あなたを軽蔑するところだった。ありがとう、あなたを信じてよかった。お前おかしいよ。平気なはずねえんだお前。強いふりしすぎだ。せめて少しでも怖いとか悲しいとか本音を言ってくれれば。ふりじゃないわ。ここにいる。ルーク、お願い。こんな顔してるところ見られたくないの。じゃあ後ろ向いてる。バカ。ありがとうございました。くれぐれも無理はしないでください。これからまたセフィロトの降下作業か。でも次のセフィロトはどこですの。確かセフィロトと言われる場所で言っていないのはパダミア大陸とラーデシア大陸とシルバーナ大陸ですわよね。アブソーブゲートとラジエイトゲートを除けばな。アブソーブゲートとラジエイトゲートってどこにあるんだ。アブソーブゲートはケテルブルクの北東だな。ラジエイトゲートはバチカルのずっと南の島だって話だ。その2つは最大セフィロトですから後回しです。魔物も他の地域より強いという話ですし、とにかく今は他のセフィロトにあるパッセージリングの場所を特定しなければ。ここにユリアシティの研究者が来ているわ。パッセージリングの場所を聞いてみましょう。でもティア、本当に平気なわけ？ええ、薬が効いていて痛みを感じないわ。大丈夫よ。ティア、話は聞いた。無理はするなと言いたいが、すまん。いいのよ。あの、パッセージリングはどこにあるかってわかりますか。降下作業に行くんだな。今確実に場所を特定できるのはメジオラ高原の奥部とロニール雪山だけだ。ロニール雪山ですか。あそこは六人将が任務で訪れた時、凶暴化した魔物に襲われて大変な怪我を負ったと聞いています。危険ですからなるべく最後にした方がいいと思うのですが。同感ですね。地元の住民でもあの山にはめったに近づきません。よし、じゃあまずはメジオラ高原に行こう。ならその間にもう一箇所パダミア大陸のセビロトの場所を特定しておこう。気をつけてな。
遭遇しないといいな。パッセージリングはどのあたりに取り付けてあるのでしょうか。今までと同じようなダート式封じの扉があるはずです。探してみましょう。
ミュミュン。
ティア、これ以上無駄なことはやめろ。ヴァン総長も心配しておられる。無駄なことをしてるのはあなたたちです。お前の体のことは知っている。自分の身を犠牲にしてまで守る価値のある世界か。ほど消滅の真実、お前も知っただろう。スコアに踊らされ、スコアを私欲に利用する為政者たち。確かに兄の言っていた通りでした。なら、こちらに来なさい。お前、ありがたい話だが、ごっそりレプリカに入れ替わった世界なんてごめんだな。今あるこの大地と今生きてる人類で何がいけないんだ。それでは結局、ユリアのスコアという呪縛から逃れることはできない。お前たちもいずれわかる。ユリアのスコアがどこまでも正確だということを。多少の歪みなどものともせず、歴史は第七布石のスコア通りに進むだろう。第七布石？兄さんは第七布石を見つけたの？違う、ティア。あれだ。あれが第七布石だったんだ。待て！どうやら戦うつもりではなかったようですね。しかしガイ、あなたはどこで第七布石を？ホドだ。ガキの頃バンに連れられて一度だけ見たことがある。ホドに？初耳ですね。バンが言ってた。フェンデ家に伝わる秘密の場所だって。フェンデ家はユリアに仕える七賢者の一人で、ユリアとの間に生まれた子供が代々彼女の負荷と能力を守り続けてきた。そういえば、あなたはユリアの子孫だと言われていましたわね。ええ、兄さんはそう言っていたわ。証拠はないけど。でも負荷を与えるじゃん。そうさ。それにユリアの子孫でもなければ第七布石を守ってるなんてありえないだろ。第七布石はホドと一緒に近くに消えたんだ。タルタロスで近くへ進んだ時に見えた光がそうさ。あれが第七布石だ。間違いない。第七布石がホドにあったのなら、消滅と同時に落下して液状化大地に飲み込まれていてもおかしくはないけど。じゃあ先生はユリアのスコアが示した未来を知ってる？まさか俺たちの知ってることはヤバいことなのか？どの道外郭大地は落ちる。それなら被害が出ないように下ろした方がいいのも確かだ。そうだよな。それにしても気持ちが悪いや。わからないことだらけでさ。というわけではありませんでしたので、ええ。
気分ですね。私が始めた研究がこんな形で広がってしまうとは。マッシュは怒ってると思うけど、俺マジ感謝してる。ジェイドがコミクリーを考えてくれなきゃ俺は生まれてねえから。本当は生まれてちゃダメなんだろうけど。ルーク、そういうことは言わないでって言ったでしょ。まったくだ、卑屈。反対。反対ですの。悪かったよ。